はいダークネスローズですおはようございますえっ、ー、と今日何をやって土曜やっけ土曜やんな、はあ、今はね6時過ぎぐらい6時半か半にはまだなってないけどそれぐらいでうーんとまあねいつもやったらもうまあ寝てたし な何時から寝てたとかもうぐちゃぐちゃでよく分からんけどとりあえず結構寝てたからうんまあある程度目覚めてるしまだちょっとふわふわしてるけど言うてねこれ以上寝るってこともないやろうからまあこっから編集始めたりとかできるんと思うんやけど普通やったら なんかね、だるい <laughs>。もうね、言ったら、その、次の、まあ、ゆっくりの、1え十5話やった十16話やった忘れたけど、とりあえず、次の回の、プロットというか、がもう作ってあんねんけど、なかなかね、うん、でまあね、言うて土日やから、今日、明日、 まあ今日は普通にちょっと忙しいかなと思うけど日曜暇やし何にして明日とかだったらできると思うけどとりあえず今日だるい <laughs> なんか今日ねなんかやる力をくれって思うもんねなんかあのう <laughs> ん,なん,なん励まされても困るしなやってくれって言われてもなんかあれやけどな,な,ん,な,ん,なんなんやろうな まあね登録者が増えたり再生数が回ったりするのが一番やる気につながるっちゃつながるんやけどね実際、うん、100人超えてるやんって思うかもしれんけど100人超えて102まで増えてんで実際105ぐらいまで増えてんよこれ前のラジオでも言ったと思うけど105ぐらいまで増えてんでその翌日に102に戻ってるからな まあ,あのふ減ったり増えたりするのは仕方ないんよ減るのも仕方ないし増える時もあれば減る時も当然あるからそれはもちろん仕方ないんんけど、うん、ただその例えば100まあ百って言うとまう百五150まで増えたとしてそれがじゃ元が百百100だったのが150に増えてそれが120まで減ったとしたら。 その元の100よりは増えてるやんか言ったらその最初のベースが100だったのが150に1回増えてその途中で120に戻ったんやったらその元の100より120は増えてるからまだ20増えてるから30減ったとはいえ一応増えてるっていう認識になるけどさこれがさあの今回のパターンだと。 その、100から105に増えて、そっから100、100からじゃない。百二2から105に増えて、そっからまた102に戻ってんよ。だから、プラマイゼロなんよ。まあ、減ってはないけど、<laughs> 102より減ってたらちょっときついかなと思うけど、102より減ってはない、減ってはないけど、ただ、そのね、元の数字に戻っちゃってるから、ちょっとだるいなっていう、うん、感じかな。 <laughs> まあねこんな愚痴しか出てけへんねんけどなマジでうんまあ愚痴しか出てこないけどとりあえずそのゆっくりの方が作れないんやったらラジオでも上げとかんとささあ,あのチャンネル止めてたらあかんからな <laughs> ほんまにやる気を誰か分けてほしいわ <laughs> 全然ダメなんよな。今週というか、もうなんか、うーん、昨日、えっ、ー、と、前の話をあげたのがいつやったか忘れたけど、それをあげてからそっから以降、全然その、ついてこないんよな。<laughs> もうなんか、ぐらぐら喋ってるだけで全然、 あれやから5分で終わるけどまあとりあえずそんな感じですまあなんとか土日の間にえーっとゆっくりの次のお話をあげようと思いますはいそんな感じでダークネスローズでしたバーイ。